はい、ということでね、今回は地球さんとの毎年恒例の夏休み二人旅、まあ毎年ねいろんなとこ行ってるんですけども、今回はまあナッツォジグの発売に際して、まあいろんなとこでいろんなものをチャレンジングでこう釣ってやろうということでね、ナッツォジグを軸にした、うん、あの遠征長行ってきました。まあ、遠征って言ってもあの僕ん家からすぐなんですけど、愛媛なので、愛媛南部から高知との境目にかけてね、オフショア、それから渓流に至るまでね、僕はもう 90% ナッツォジグだけを使ってね、いろんなものを釣ってきました。ただ動画をねあまりちゃんと撮る気がなかったので、iPhone で撮ったり、アクションカメラのちっちゃいやつでね、こう部分的に撮った映像しかないので、こうやって、ちょっと解説をつけないと皆さんに分かっていただけないかな、また楽しくないかなということで、はい、解説付きでご覧いただこうと思います。まず初日はねオフショアです。これは、愛媛県の南部愛南町っていうところがあります。愛南町からもう少し南に下がるともう高知になるんですけど、宿毛市っていう市があるんですね。あの宿泊の宿、お宿の宿に、け毛髪の毛と書いてね、宿毛市って呼ぶんです。宿毛市から出船する、まあ、あのとても小型のプレジャーボートなんですけど、それで、全国的にもかなり有名な磯釣りのねメッカ、最高の場所だと言われている沖ノ島のね沖合にこう小島とか磯があるんです。そこの海域まで、ボートを出してね、釣ってきました。はい、ただねあの非常に海の状態悪かったです。でナッツォジグの薪の釣りでねいろんな魚種を僕釣りたかったんですけど、なかなか計画通りでいきません。うん、前回あの長崎県の、対馬行った時にはねもう本当に巻くだけで何もかんでも、あごめんなさいそうじゃない大分だ、大分の時はもうワームの遅い釣りよりも圧倒的にナッツォジグのこうスピーディーな釣りの方がはるかに3倍くらいの超過だったんですけど、今回逆、今回はね海がもう夏枯れというかで太平洋側、高知がねもう2ヶ月3ヶ月黒潮が離れてるんだって。で非常に流れが出なく、あまり餌も入ってこず青物も全くいないという状況の中、そうは言いながらね結構いい釣りができたので、まずはそのオフショアから見ていただきます。か、そうは言いながらね結構いい釣りができたのでまずはそのオフショアから見ていただきます。全部バレたんですけどね。もう一回落とし直してください。あの薪の釣りをね、地球さんと二人で2時間ぐらい通したんですけどね、ほとんどバイトがないんですよ。でもうさすがにこれは無理だなというんで、地球さんは、ジュラクロを使って、はい、直リュグでね、赤旗釣ろうということでね始めたんですけども、早速ヒットですね。はい、で活性はね本当に低かった。ワームでやっても、なかなか厳しいぐらい、本当にもう岩のスリットやこう起伏をね直リュグシンカーでなぞるように釣らないとバイトが出ないといったのに、非常に渋い状況なんですけど、あの単純に追わないっていうだけで目の前に持っていけばね比較的簡単に食ってくれるね。期待させてごめんね、そんな状況です。で僕は一発あの回収速度で巻いた薪の釣りに一発だけね反応してくれた赤旗がいてくれて、これだけラッキーだったんだけど、一匹しか釣れない。地球さんがどれぐらいなんだろう、10匹釣る間に僕1匹ぐらいやられちゃいましたこれね。はい、渋い渋いと言いながらもう地球さんがバンバン、超過を重ねていき
行きましたね、それもサイズがいい、もう40センチ前後はねボンボン釣れてくれる。ただし、ハドルは強い釣りにはねなかなか反応してくれないというね面は、まあ海はね魚はいろんなモードがありますから、それはそれで仕方ないなと。はい、これは多分ボトムバンピングで赤旗を釣ったシーンかな、うんですね。はい、もう口の端っこにかかってがっぷり飲んでくれるような状態じゃなかったです。でもジュラクロをボトムでこう爪を立てるようなね直流を使うと当然爪を上にしてこう落ちてくるので、でそれを根の近くでこうひらひらさせると食ってくれる。もうここは簡単に釣れてたみたいですね。で僕はもうそれでもあえて、ほとんどナッツチグで通しましたけど、ということでねちょっと面白かったのがこのシーンですね、あ、地球さんは相変わらず絶好調でどん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 サイズが上がっていって、 このシーンが多分あの当日一番のサイズの赤旗かな。なかなかでっぷり太って貫禄のあるね、40クラスの赤旗です。これは素晴らしかったですよ。うん、これはなかなかいい獲物です、ね、はい、見ていただきたいのはね、これはナッツジグで釣ってるんですけども、少しこの画面の端っこに、しもりが見えてるんですけど、こう回した方がいいかな。この磯ね、画面右上に岩が出てて、あのさらしが出てるでしょ。あのさらしね、ヒラスズキいるんじゃないか。で夏ジグでヒラスズキをねちょっと仕留めてやろうと思ってね、打ち込んで、でさらしの中に打ち込んでターッと巻き始めたらゴンと来たのでこれやったぞと、もう顔にヤニヤかけて、これ絶対ヒラスズキだって確信してたの。そうするとこれがなんと黒フシフエダイ、まあ、フエフキダイの一種ですね、とっても美味しい魚。まあでもねあのこれも、このポイントへ釣りに行く時のいつものね、ターゲットなんですよ。これ釣りたいんです、なぜなら美味しい。これはね結構嬉しいものでした。はいはい、ということでオフショーはまあこれぐらいにして、なかなかヒットシーンなんかもね撮影できてないので、はい、次はね、翌日になります。オフショーの翌日、海岸線をね特に港湾部堤防をあちこち回ったんですけどね、あの沖と一緒、小魚がいない、で魚が寝魚が釣れそうなところをね3カ所くらい、午前中朝涼しい時間帯に回ったんだけど、まあ反応がないの、これはアウトだと。これはもう、ジタバタしてもしょうがないから、ね、日中の暑い時間は何かおいしいものでも食べ行こうっつって、四万十川にねの川っぷちにね、川うなぎ、川、天然川うなぎのね専門店があるから、そこ行こうよっつってうなぎ食べに行って、でゆっくりして夕方からもう多分どこ行ってもダメだろうと思ってたから、僕の実績ポイント、秘蔵ポイント、そこならさすがに魚釣れるだろうということでね、そこへ行ってきました。で僕はもう実績あるので、ここはもう地球さんにナッツジグを使って釣ってもらおうということでね、始めました。ありがとうございます。ちっちゃい小魚みたいな。結構嬉しい。これなんか、生命感があるということはいいことです。では、地球さんよろしく。はい。めっちゃええ感じですよ。
つもは一投目するのにね、なんでこういう時に限って一投目じゃないんですか。いつもは一投目なのよ、ここだから僕投げずに地球さん投げてもらったんだけど、よし、あ、来た、あ、いるいる、いましたね。普通に早巻きで組みますね。うん、今のポジションぐらいにしか魚いないんで、それを考えたホールとちょうどいいかも。ナッツを5グラム。ナッツを5グラム。5グラムです。はい。フォールで来ましたね、あの、あ、立てたフォールで、ええ、やりました素晴らしい。今のはスピニングじゃ絶対合わせられないやつでしたね。ああ、そうか、フォールバイトなんだ、瞬間的にあって分かったんで。おお、おお、フォール、チビモンだ、ショーモンだ、ショーモンでしたね。いいじゃん、やりました。でも2投目ぐらいで、はい、あ、まあ、まだまだしっかり見せて、よいしょ、ナッツを見ますかね。いってね、ピンが合わない。よし、では放流の図を。はい、ありがとうございました。また大きくなってから遊びに来てね。よいしょ、おお、帰ってく、帰ってく、帰ってく、うん、嬉しいですね。訪問終わってゆっくりだよね、帰る。そうですね、根にすぐ入ったりしますんで。ヤミとか、うん、ムラソイはピュッて帰るけどねムラソイなんかもう取れませんよね、映像としてはね。よし、続いていきましょう。はい、行きます。もう、5グラムぐらいでサビアでアルファスエアでっていうと、もう相当飛距離出ますね。おお、全くなんかこうストレスなく、なんかアルファスエア様々だね、僕たちライトゲーマーは。うん、本当にさすがにもうちょっと重くなると、うん、あの34ミリとか32ミリとか CT がいいんだ、もうちょっと重いところが。これくらい早巻きです。ちょっとハンドリング打つぞ。アルファスエアーはかなりリアス高いですからね。これでだいたい75個やな。よし、来た、お、来た巻いてるところとしたら来たよ、チキンさん。すげえ連発だ。こいつはちょっと強いぞ。さっきより強いぞ。なんだなんだ、本命、ある意味本命、それは本命。ヤミーちゃん、お、来た来た、ヤミーだ、ヤミーだ。いやー、来ました。こいつはちょっとバツ持ちしろって言われても嫌な感じのやつですね。ヤミーだ、ヤミーだ。うわ、腹がすごい、すげえ、産卵期なんだ。あ、そういうことか。ああ、重い重い、まあまあなってるよ、うん、持っててね。はい、ズームしますけど、こんな時期に産卵期迎えるんだね、ヤミって。うわぁ、腹ぼてママナッツジュブで一発。はい、さて、ヤミーちゃんはリリースしたらどういう動きするかさっきのオーモンとは。行きますよ、きっと。あ、一緒かい。のんびりですね、ママなんだ。 あ、でもやっぱ隠れるの。穴入っちゃった、一番近いとこ入った。はい、すげえじゃん。なかなかいい調子で今日はガイドを褒めて、ガイドですね、バッチリでしたね、ポイント選びが、ね、立ち位置まで指定されましたからね。あ、マジでマジでマジで、そういう失礼なことしちゃいかんのですよ本当は。プロの方には失礼ですよ、そんなことしちゃう、うん、でもね
製品のプロモーションなので。はい、はい、では行きます。あーちょっと取れたかな。それたなりにいいやつ来んじゃね。いやー夏枯れしてないよここですね。今回の旅で唯一夏枯れしてない場所なんだったね。でもあれなんですよね、なんて言うんだろう、水温は触ってみるとそんなに低い感じでもないから、他とそんなに大差ないような気がするんですけどね。あとやっぱこれ夕方の違いが大きいかもね。町内のチャイムが鳴ってからがやっぱり、うん、もうあれで釣り人が帰っただろうみたいな感じで出てくるんですよ。そう、すごい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 。これ何？闇闇。え？尺近い闇が来るんだってここ。おもう回収かなとか言ってたら最高だね。よく泳ぐね。よく泳ぎますねこれ。うわ、持久力はそうでもないかもしれないけど、あの瞬発力が半端ないですね。頑張れ。魚のサイズが、うん、なんか違うね。何？チーム？いや、ダツ？うわ、バラクーダ。バラクーダ。バラクーダ。浅いところから、こっちから浅いところピッと、いや、波のして引きずられる。一番良さげなとこ。うお、でっけえ。嘘だろ地球さん。地球さん嘘だろ。ガイドした俺もここにこんなやつがいるって聞いたことないぞ。これカクさん、これカマスだと思ったやるじゃないですか。でっけえ。でかいよこれ。うわー、こうこうはびっくりですね。ちょっとびっくり。バラクーダ外れないようにしっかりあごもっていっぺん洗ってください。ちょっとこれグリップでいいですかね。うん、よいしょ。おお、でっけえよ。これはカマスか。本当に50センチあるじゃん。50あるよそれ。うわ、つけといてね、そのまま。すげえな。いやでもこんなの泳いでたらいつライン切られてもおかしくないっすね。えらく走るからおかしいと思ったよね。ねえ。うわ、よし、じゃあぶら下げてください。はい。うわ、撮影してると笑っちゃうよこれ。画面に入らないんだもん。あらら。すげえでっかい。うん、55、6個あるよ。なるほど。50オーバーのカマスだよ。すげえ。写真。写真。ということで、もう3頭で3匹釣れたらもうこれ以上のことないよねって。で、まあ夕方ですから、これ多分ね、時間が6時くらいです。で、お腹も空いたので、この3匹でスパッと打ち切って、宿へ帰りました。はい、で翌日は最終日、さすがにもう5日間も釣りしているので、2人ともね少し体も疲れ気味なので、翌日は朝のんびり過ごそうよということで、遅い朝食とって、海は暑いから山の中の涼しいとこ行ってね、なんか川の魚釣ろうねということでね、渓流へ、里山の小川へね入ってきましたという工程だったんですけど、里山へ向かう途中にね川があって、いい感じに干上がってたんですよ。
満水の時はもう川幅いっぱい水があるのに土管町だったから川の真ん中にちょろちょろっと流れがあって、その状態だとね、魚がそこに凝縮されるんです。広いとこだとどこいるか散らばってんだけど、これキュッと固まって、非常にあの潮が引いて潮位がなくなった時のね、汽水池川筋っていうのはあのなかなか面白い釣りができるので、降りてみようっつったらね、クロダイがいたんですね。でもう十何匹とか20匹ぐらいこう群れてるので、まあこれもナッツジグで攻めたんだけど、まあ、活性低くって、うん、これはダメだと思ってたら地球さんがね、サクッとジュラクロード XG を結んで、で投げてボトムへ立てて万歳アクションで待ってたら、そーっと言ってきたやつにピッとアクションをかましたらカツン、一発でヒットというシーンをね、ご覧ください。右側が上流で、キビレでもいないかなと降りてきたらね、クロダイの群れが見えて、うん、なかなか反応しなかったのを今地球さんがしておりました。これ多分潮が差してきたら今度はメタルで超反応良かったり、トップで反応が良かったりするんだけどね。魚を追ってるような気配はあるんで、そしたらまたちょっと変わるんじゃないかな。うん、適材適所。浅瀬のところに溜まってるのはあそこに差してくるんですかね。タイムラプスになってませんか。では放流の儀を、はい。はい、広島湾のチンとえらい違いだ悪い、申し訳ないけど広島にすんごい綺麗よ。おー、来たかやったね、本当にね。こんなうまくいくとは思わなかったですね。こんな美しいチン見ることまずないもん、はい、それだけで価値あるよ。はい、ということでね、チンを一匹仕留めた後、まあ、お昼近かったのでお昼ご飯食べようかということで、街道沿いの、うん、温泉宿プラスレストランがあったので、そこでお昼済ましたんですけど、さて里山へ向かおうと思ってふと見るとこう、ね、クリークが見えるんですよ、まあ、池のようなものが。で僕はちょっとピンときたんですね、また寄り道ですよ、これこの水が必ず出ていくはずだと。パッと表から見てもあの水がそう死んだ水じゃないのでため池じゃないなと、これ多分流れてるはずだと。上から入ってきて流入してきて池状に作ってあるから、こう公園になってるのオートキャンプ場なんですけど、そこ水が溜まってるんですから、入る水と出ていく水とあるから、出ていく側にで何か釣れるんじゃないかと。というのもこの林の向こうはもうすぐ海なんですよ。だから海岸線からこのクリークまでの距離が200-300m しかないの僕知ってるんで、ここ道沿いなので、そこ何か釣れるよと思ってね行きました。大当たりですよ。これはね今回の旅でもね非常に僕は嬉しかったですね。マハゼ君、これを、ナッツジグ 1.8g でね、バタバタバタっと 5,6 匹で、してやったりですよ。もう、最初は薪の釣りでドカンとヒットして、で薪の釣りで反応しなくなったらチェイスだけはしてくるので、足元まで 2,3 匹追わせて、足元まで追わせたらそこから今度は提灯釣りですね、ちょちょんちょちょん、これで、4匹ぐらい追加ということで、これもねとっても楽しい釣りになりました。このねクリークから下流に向かって水門があるんですよ、うん、行ってみたらもう見るからに美味しそうな水門ですねこれね、はあ、釣ったのはこの辺。これ大画面でね皆さん見ていただくと分かるんですけどね、20センチあるかないかなんですよ水深が。でパッと見にはもう何にも見えない、何にも見えないか何も見えないと思ったら大間違いですからね。ここをそこをズル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 ナッツを引っ張るともうビューッと出てくるわけ、ハゼがね、うん、で一番やる気のあるやつがスコーンと食ってきました。これねバカにならない、こいつに楽しいんですよ意外にね。はい、
いいハゼ釣れましたよ、こいつはもうすごかった、やる気満々でパッコーンと当たってきた一匹ですね。3巻きで2匹釣ったのかな。でこれは足元落として寄せたやつをちょっとね画面が鮮明じゃないんだけどちょんちょんちょんとやるとバッと群がってきてそのうちヒットします。もし今バイトしましたね。おいたたた来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 た、ほらほらほら釣れた。イエーイね、ちょんちょんフォールちょんちょんフォール。これマハゼはねこうやって食ってきますよ。ほらこんなクリークみたいなとこで、ほら納豆ジグ 1.8g。よかった動画が撮れた、嬉しい。キャストしてねシェイキングリトリーブしても釣れるし、今みたいに竿下だったらねちょん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 やってるとパンとスイッチが入ります。さて寄り道ばっかりですけども、最終コース里山の小川、うん、ここはね釣るところは動画は残念ながら撮ってないんですが、地球さんが自分が釣れた釣ったねカワムツを泳がせてる動画をね撮ってくれたので、ちょっとだけ入ってますけども綺麗ですよね。カワムツ僕ねかなり好きですよ。ウグイもカワムツもニゴイもね。でウグイやニゴイも釣りたかったんですけど、まあ居場所をなかなか見つけられないというか、そこまでねしつこく探さなかったので、カワムツを地球さんと二人で数匹ずつ釣って、最終日はこれで満足だなってことでね帰路へ着きました。はい、ということでですね、まあ今回は、初日の夜アジを釣るつもりがアジが全くいなくて、代わりにメバルが8月なのに堤防際の明かりの中というよりシェードにいっぱいついてて思わぬね釣果が得られ、オフショアは厳しかったものの、まあジュラクローが頑張って、地球さん多大なね釣果を上げていただいた。でそこから先も非常に真夏夏枯れ状態でね厳しかったものの、要所要所でね思わぬ楽しい釣りができてね、とても有意義な釣果でした。謎ジグのポテンシャルもねこういう、まあ、アラカルト的な映像になってますけど、ちょっと皆さんに見ていただけたかなと思います。発売はねどうも日々工場の方からいろいろと、連絡あるんですけど、年内ちょっと厳しくなってきてます。年明けちゃうかな、ごめんなさいねなかなかね、うまくいかないんです作るのもね。まあ、少なくともメバルシーズンには間に合うと思ってますので、ぜひお楽しみに、入手できたらいろいろとね使ってみてください。はい、それではまた。